失礼します。はい。あれ、寝てらっしゃったんですか？アルスアルマルさんでよろしかったですか？はい。なんでオークがいるの？オークとは失礼な。すいません。はい。すみません、ちょっと僕110キロあるんで、本当に多くと持ち上げられたのかと思います。多くなんで、本当すみません。多分寝てらっしゃったんですね。疲れてらっしゃったんですね。いや、夜中の配信が多いんで、ちょっとすいません、本当にすいません。今この時間帯、いつも寝てるんで、本当にすいません。はい。初めましてですよね。初めましてです。よろしくお願いします。はい。異世界から来ました魔法使いのアルスアルマルです。よろしくお願いします。中二病って訳した方がいいですか？まあそう捉えてもらっても構わないです。はい、大丈夫です。はい。あ、そうなんですね。中二病で、はい、OK です。あ、それでいいって言ってくれた人初めてなんでびっくりしました。はい、あ、本当ですか？褒め言葉ですよ。ありがとうございます。でも異世界から来られたんであれば、今日のテーマ海賊じゃないですか。そうですね、はい。なんか海賊とか実際見たことあるんですか？いや、いますね。そうなんです。でも今いるんですけど、僕のとこにいたところと同じかはちょっとわからないんでね。あ、なるほど。こっちの世界のはどういうのかなって気になりますね。今日お二人、シロさんとパトラさんと共演じゃないですか。はい。お二人のイメージってどんな感じですか？お二人ともとっても可愛くて、もうお姉さんって感じですね、僕から見たら。あ、そうなんですか。はい。でもシロさん3歳ですよ。いや、3歳ですけども、僕よりもしっかりしてる。3歳とは思えないですね。そうか、じゃあアルスさん、そんなシロさんとパトラさんに会いにスタジオ行きましょうか。行きます。楽しみですか？はい、楽しみです。はい、ではご案内しますね。はい、こちらになります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様、僕からのお願いです。どうか高評価ボタンをクリックしてくれませんか？そしてチャンネル登録がまだの方は、この画面の右下にある僕の顔のアイコンを押して一緒に感動を分かち合いませんか？これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いいたします。